まず最初のやり込みは風のクロノア2ホラホラタワータイムアタックだ。ホラホラタワーとは風のクロノア2のエクストラビジョン、いわゆる隠しステージで、 A から H の8つのフロアで構成されている。隠しステージだけあってかなりの難易度を誇るこのステージ、果たしてどんな腕前を見せてくれるのか。まずはエリア A、 序盤から無駄な動きは全くせず見事にスイスイ進む。で、あっさりクリア。続いてエリア B も、あっという間にクリア。ステージ中立ち止まることは決してない。見事なキャッチテクニックでぐんぐん進む。そしてホラホラタワーエリア D でのポイント、まずは通常ルートから見てみよう。通常だとこのように一度ステージ奥まで行き、そこから U ターンをするようなルートでゴールを目指すんですが、このやり込みの場合、なんと大幅なショートカットに成功。ポイントとなるのはこのリクリ。リクリとは捕まえて敵にぶつけるとクロノアを追尾してくる敵キャラ。このように捕まえて敵にぶつける、そして追いかけてきたところをもう一度キャッチ。この高等テクニックを使い大幅ショートカット。さらにこのリクリ、3回まで続けて使うことができるのだ。よく見ててくださいよ。1 2 3と、こんな感じです。とまあこのように見事にリクリを使いこなし、ガンガン進む。そしていよいよ最終エリアへ。ここでもリクリを使ったテクニックに注目だ。そしてついにゴール。ちなみにゲームウェブ DVD 編集部での記録はこちら。そしてこのやり込みの記録、なんと1分55秒85。ゲームウェブ DVD 編集部のおよそ7倍もの速さでクリア。いや完敗です。